Yeah.
ろしくお願いします。フルチャージ。俺の必殺技パート2サンダービーストだ。
プス噂話にチップは払えない曖昧God.
昨日でコーンを食べて笑って笑って
いな食べ物は僕のために残しておいて。ありがとうございました。アディショナルタイムを始めます。よろしくお願いします。Thank you.
遺伝を誰かのせいにして、雨上がりの空は何より俺をからした。改めまして、ここまで、東崎、そしてクリコン1日、まずはここまでお疲れ様でした。ちょっとだけせっかくなんで自分の思ってることを言わせていただくと、明大ボークという場所でこのオリジナル限定のクリコンっていう、まあ、すごく大事なイベントだと思うんですけど、そういうとこで評価をしてもらえて、今こうやって最後に出演させていただいていることを、まあ、めちゃくちゃ決まった時嬉しかったですし、やっぱり大学入って自分たちの音楽を本気でやって、それを見てもらうっていうのが
まあ、個人としてはすごく夢だったので、それをこういう形で叶えることができて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。まあ、個人的にはなんですけど、来年まあ、ちゃんとうまくいけば、卒論が提出できれば、自分は卒業、大学を卒業する予定で、まあ、このメンバーで僕は音楽すげえやりたいと思ってるんですけど、一応卒業するので、なかなかこう明大ホークの場所で東崎を披露することがもしかしたらやっぱり減っちゃうと思うんですけど、その分外でいろんなバンドとしのぎを削ってバボンしていきたいなと思ってるんで、でその先にここはもちろんですけど、別の場所だったりとか、そういう中で出会ったバンド含め、企画ライブをしたいなと自分の中では考えてます。オリジナルバンド、まあ、僕が出会ったバンドたちと一緒にライブとか企画できたら面白そうだなっていうのを考えているので、まあ、ここ先行でちょっとお願いさせていただきます。皆さん企画ライブどうか出てください。よろしくお願いします。はい、すいません、言いたいことはこんなもんなんですけど、まあ、改めてこうやって夢が一つ叶ったんですけど、思い返してみれば意外と他にも叶ってる夢ってあるんじゃないのかなと思ってて、別に順位つかなくてもそもそも本気で音楽作って一緒にやるっていうのが僕にとって夢だったし、そもそもそういう音楽の話できる友達とか先輩とか後輩がいることも夢だったし、毎日そういう友達がいること、あと飯を食えてることとか、家族がいることとか、まだ大好きな人がいることとか、気づいてなかっただけで叶ってた夢っていっぱいあるなと僕は思ってます。なんで、まあ、そういうのをしっかりと目離す大事にできるように、そういう曲やって終わりたいと思います。ありがとうございました。何you、yeah.
の舞台はきっと許さない。